クリスチャン・ラファエル・パチェは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のアトランタ・ブレイブス所属。2015年7月にアマチュアフリーエージェントで、アトランタ・ブレイブスと契約して、プロ入り。契約金は140万ドルだった。2016年に、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレイブスで、プロデビュー。 アパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレイブスでもプレーし2球団合計で57試合に出場して打率30921打点11盗塁を記録した2017年は A 級ロームブレイブスでプレーし119試合に出場して打率28142打点32盗塁を記録した 2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングではブレイブスの組織内で9位にランクインした。シーズンでは AA q フロリダファイアーフロックスと AA q ミシシッピブレイブスでプレイし2球団合計で122試合に出場して打率279、9本類打47打点7盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し ピオリア・ハベリーナズに所属した。2019年は、A 級ミシシッピとトリプル A 級、グーインネット・ストライパーズでプレーし、2球団合計で130試合に出場して打率。277、12本塁打、61打点、8盗塁を記録した。7月には、オールスター・フューチャーズ・ゲームのナショナルリーグ選抜に選出された。オフの11月19日には、 ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2020年8月18日にメジャー初昇格を果たし、メジャーデビューとなった21日のフィラデルフィアフィリーズ戦では9番左翼手で先発出場して6回裏にコールアービンからメジャー初安打を放った。マイナーリーグ全体でもベストと評される中堅守備が最大の売り物で、 瞬速を生かした広大な守備範囲も備える。打撃では2017年まで本類打がなかったが、2018年は1年で9本類打を放つなど長打力も向上しており、将来は12から15本類打は打てる、可能性があると言われている。ありがとうございます。